はいどうもピョキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、ニャンニャントロールレベルということで、注目してほしいところは説明文なんですよね。久々のロングトロールです。もう怖いね。やる前から長いトロールコースだって分かってるのに、それをやる僕やっぱりド M でね。ギミックを参考してるのがテルル様、豆腐様、 BRL 様って書いてるんですよ。 BRL さんっていうのがよく分かんないんですけど、あのテルルさんと豆腐さんのギミックを参考にしてたら、このコースはきっと神コースで間違いないでしょう。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.27%。 ニャンニャントロールレベルだからね、まあ、可愛らしいコースだと思うんですよ。こっちに来てくれよ、アラちゃん。開幕何々の準備今したぞ。そして見たことあるな、あの花ちゃんがくるくる回ってるの。これはさ、もうやられるしかないよね。そんですぐにあの音符を叩けみたいな。そしたらキノコが下から出てくんのね。もうわかりました。音符を叩いた瞬間すぐ右に行ってキノコを取れっていう感じだね。そしてここはメットを蹴るしかないよな。メットを蹴ってすぐ上に蹴る、それが正解。あいつそんくらいぐらい読んでる。そしてここで頼むって、テレちゃん僕を食べて。そんじゃあのフラワーは左にダッシュしながら取る、それで先に進めるっていう感じだね。そして心ガリガリ落ちていいのかな、どうなんだろう。あら、フラワー取れたよ。一旦このホップ叩いてみる。おーしたらいけなかったみたいな感じなんかな。これで先に進めんくなってたらやっぱダメっていうことだよね。あ、進めるね。これで合ってたのかな。さあ進んでいきましょう。ここはピッコインよコースか。でも3つしかないね。ロングトロールなんかな。左の方から行ってみたいと思います。なんかブンブンがいたけどさ、さあここは何もしない、それで合ってる。上を失敗、冷た。いやここね、スネークブロックの裏にツタが見えてたんだよね。だから上を失敗。忙しいなこのコース、もうちょっと喋らせてくれよ。ここは慎重に行こう。一旦下に降りて上を失敗、そしたらツタに捕まれる。はーい、行きますか。ここはバネの向こうに行けばいいっていう感じで、そしてここはどうなの、上、イエーイ。あれそういうことしてくるわけね、ここに隠しブロックとか。じゃあ左から行け。あれ、鉄球が出てくるみたいな感じかな。やっぱりそういうことか。もう分かってんだよ、こっちはどんだけドロップアップしてると思ってんの。ここはどうすればいいんだ。一旦叩いた瞬間過ぎないでいる。そして、あー、そうするわけね、そういう人なんだね。じゃあさ、ここの隠しブロックって鉄球なんだな。なるほど、これで上に行けるっていうわけで、さっきはよく向いてくれたな。ビーム出させねえぞ。じゃあ一旦ここ下に行って何もしない、そんで左に行く。キャン、ツタがあるところはね、もう警戒しておいた方がいいね。多分上を失敗してた方がいいよ、ツタ系は。じゃあ一旦このドアに入ります。そしてピンコインを、あ、もう一応1個手に入れたんだね。これ取れない、いや取れてるよね、マリオそれ。当たってるやんかそれ。当たり判定どうかしてると思います。それじゃあ一旦下に行って、次2個目のピンクコインのところでしょ。いやこのペースだったらロングトロールって言っていいのかな。まあいいや、次は右の土管入りたいと思います。これじゃあ進んでいきましょう。右怪しいな、こっちが正解なんじゃないの。今キノコくれたけどさ、これだ。まあまあまあ1割ぐらい分かってたよ今。じゃあここは一旦キノコ取るでいいのかな。キノコを取って、そして左に行くっていう感じでしょう。そんでこのつららを越えて受けと、この2つの四角の枠怪しいな。左を信用したい、こっちが信用。熱い、リブ取っちゃった。なんでよ、もう今当たったんじゃないの、2分の1。早く右に行けっていう感じなんかな。じゃあ次は左の枠に行った瞬間すぐ右に行く、これに合ってる。やべえ。じゃあここは砲台の中に気をつけなきゃいけない、この下音符が隠されてるもんで、ね、さあ進んでいきましょう。ここも音符か、乗らなきゃいけないのかな。頼む、何もするな、この骨野郎が。え、待って、ここわかんないんだけど、一旦音符乗って左に逃げるに合ってんのかな。なるほど、ここでバブルが出てくんのか。いや、どうしよう、ここ引っかかりを感じがした。一旦ここでいる、いやー、異常やじそれじゃあここの異常やじはどうやって回避すればいい。下に降りた瞬間すぐ上に行けっていう感じでしょ。あれ、こんねん、一旦降りて上。なんでこんなの、なんでや、よし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 、ビビらせやがって、そして上に行けと、そういう感じ。あっ、あっ、いや、合ってる合ってる。そして
このドアに入れば2つ目のピンコインがゲットっていう感じだね。それじゃあ進んでいきますか。それじゃあ次は緑のドアだね。ロングトロールだけど、ここで本当に最後だから。あ、いや大丈夫だよ、これ合ってたんじゃない。マスターソードが封印されました。もう分かりました。ここでジャンプした瞬間すぐトロールコースを取る。トロールコースを取る、違う違う、マスターソードを取るね。そしてギャー、大体読めたね、この方のコース。多分そんなに引っかからないでゴールできるんじゃないかな。一旦ここでジャンプして、本当に記録があるだなんて思わなかった。ガーン、ハエと一緒に入浴中。それじゃあこっからなんだよな。ドクロリフトがあったってことは左を進歩で先に進める、ナイス。そんで右、ここか。収録あるんじゃないの、分かってるんだって。ブドウユズさんっていうのはそういう人だろ。アップで、そしてここは、いや、ジャンプしたら絶対なんか変わる。端っこでジャンプしてみようか。くっ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 。それじゃあここは一旦ジャンプしてすぐ左に逃げる。そして、あれ、先に進めんねん。魚もう次で絶対いける。ここで一旦青を避けて、魚も避けて、ここでバレちゃんすれば先に進めるっていう感じだね。これで3つ集まったってことはさ、もう終わりなんかな。ロングトロールっていうぐらいだからまだまだ長いと思ったんですけど、それじゃあゴール絶対させてくんないよな。ハッピーバースデー、7月です僕。まだ誕生日じゃないんですけど、本当にゴールできるのか、どうなんだ、頼む。でで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 、ハッピーバースデーリオキング、ハッピーバースデートゥーユー、頼む、ゴールでやってくれ、どうだ。あじゃがってあいつ。でも皆さん安心してください、僕は必殺技があるんですよね。スーパーローリングウルトラサンダーだ。あ、鍵くれた、よかった。この先また3つ集めなきゃいけないと思いました。それじゃあさ、ここは右を出発しとけばいいっていう感じだね。ちょっとそこまで早送りしていいかな。それかちょっと黙るね、音楽聞きたいね。やったさあ、ゴール見え、魚魚魚魚魚魚。もう言わせんなって、こんなワード。じゃあここはすぐ右に逃げて魚を回避する。そんでここ勝ちブロックあるでしょ、絶対あると思った。なんかさあ、ここからぬいしょやし、ここ最後のラッシュやばいね。このラッシュ、ゆずラッシュと名前を付けさせていただきます。そしてここはダッシュして早くゴールさせて、雑魚は一個出ろって。ここのハッピーバースデーも僕何回聞いたか分かんない。もうここまで祝福されるともう嫌味までさえ聞こえてきちゃうね、この音楽が。さあ次こそ絶対ゴールできると思うよ、絶対できる。みんな見てて、ちょっと集中していいかな。一旦ここで何もしない、そして魚落としておいて。本当に大丈夫か、これでゴールできるのか、頼むゴールさせてよ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、鉄球ゴロゴロ危ない坂ということで、実はこのコースですね、以前僕の動画でサムネに地獄の坂って書いてる動画があると思うんですよ。そのコースをアレンジしたものらしいんですよね。まあ以前の動画リンクを貼っておくか貼っておかないかわかんないんですけど。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%、 そして1回地面から離れたら着地しないでゴールね。ということはジャンプしたらいけない。なるほど、そういうことね。じゃあここはスピンジャンプしながら鉄球を乗り継いでいけと、そういうことですね。じゃあぶつけ、これ難しいって。しかも風があるからなおさらだよね。いや、こんなことでくじけてられないよ、坂マスターピオキング。これ本当に難しい。一旦頂上まで行ってみていいかな。頂上どんな感じなんだろう。いや、行かしてよ。この坂で以前した坂よりもはるかに難しいね。まだクリア者が誰もいないから分かんないけど、クリア率絶対これ 1% 切ると思います。なかなかいいんじゃない、頼むこのまま行って。長えよこの坂。
いやでも皆さん気づきましたか、僕は言ってしまいました。いや違うんだって。いやでもほんとみんな気づいた。これさ、鉄球の出方がパターン化してることにね、僕は気づいたんだよね。ほら2個ずつさ出てきてるでしょ。なんでこれさえ分かればそんなに難しくないんじゃないかな、この無機物野郎が。パターン化してるっていうのさえ分かればそんなに難しい話じゃないと思うんですよ。さあ行きましょう、マリオ。このテイクでクリアしていきたいと思います。このテイクでクリアできなかったらムテキングって呼んでいいよ。待って、昔々あるところに仲のいいおじいさんとおばあさんが一緒に暮らしていました。しかしおじいさんは体調を崩してしまい病気になってしまったのです。おばあさんはざまあと思いながらもどんな難病にも効くという記録を求めに険しい山をスピンジャンプで登ろうと決めたのです。おじいさんや、待ってておくれ。私が絶対に記録を取ってきてみせるから。邪魔すんじゃねえ、この無機物野郎が。昔々あるところにじいさんとおばあさんが仲良く一緒に倒れていました。そんな様子を息子が目撃してしまい、伝説のキノコを求めるべく危険な山へスピンジャンプで登ろうと決めたのです。お父さん、お母さん、僕もやられちゃった。いやあのですね、おじいさんはもうくたばったまんまでいいんで、もう本気でこのコースクリアしていきたいと思います。ガチで集中していくね。結構簡単そうに見えるでしょ、こうやってスピンジャンプで登っていくだけだったらさ。いやほんとそんなことないからね、もう個人的な感じじゃまだクリアしてる人いないけどさ。ちょ、頼むゴール。キャー、なんでそんなところに鉄球が来んだ。いや今の絶対ゴールでよかったやんて。もう悔しい、あの最後のやつ。次こそは絶対にゴールしてみせたいと思います。あそこまで行くのにかなり苦労するんだけどな。頼む、次こそゴールをさせてください。お願いします、神様。くっ頼む。やった、ハハハハ。おいで、マリオタイム。あ、キッズ、どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。